Z80、Z80 は、米国材ログによって製造された8ビットマイクロプロセッサで、ある。1976年に発表され、1980年代の中頃までは、パーソナルコンピュータの CPU としてなど、幅広い用途に使用された。以後も、周辺デバイスを集積した製品が出されるなど、現在でも組み込み用途など、目に見えないところで対応されている。 島正マサインテルを退社したインテル8080 80の開発スタッフが設計を行っており、8080 80? とはバイナリレベルでほぼ上位互換性がある100%ではない。ザイログオリジナルの製品として、クロック周波数が 2.5MHz の Z80 から 20MHz の派生製品まで各社からセカンドソースや互換製品が製造されている。 2007年現在は、ジッチップではなく、フップや a SIC 用の IP コアとして、活用されている。パチンコのスキバン向けプロセッサーに使われている、NEC の MU p d 7万8 IP をはじめ、商用の互換コアは20社以上存在し、オープンソースの IP コアも5種類以上存在している。Z80 とその互換 CPU は、当初はより高速な8080 80。 互換 CPU として応用され、S-100 バス互換機にもこぞって搭載されるなど、黎明期のパーソナルコンピュータ市場を支配した。日本国内においても、1970年代の末から80年代前半頃にかけて、ビジネス用のオフィスコンピュータなどのほか、各社のホビーパソコンにも搭載された。また組み込み用としては21世紀に至るまで、応用され続けてきており、 多数の機器に搭載されたほか、初期のゲーム専用機などにも搭載されていた。パチンコパチスロの抽選を司る、スキバン部分のコア CPU には、暗号機能を付与した Z80 ベースのカスタム LSI が使われており、消費量の多い分野の一つである。この LSI は、CPU とメモリの間で交換するデータを暗号化し、プローブを当てても、 プログラムやデータが読み取れないようにしている。8080 80が、それと組み合わせられる8251、アサート、8253、CTC、P と、8255、P でファミリーを構成していたのに対応して、z 8 0 c を、Z80CTC、Z80PIO や、Z80 度まで、Z-80 ファミリーを構成する。また、 これらを組み合わせたマイコンがある。開発者の間では、しばしば、z チと略して呼ばれることが多い。しかし、同社には Z8 というマイクロコントローラーもあるため、混乱の原因になることもある。Z80 は、インテルの8080 80マイクロプロセッサの改良型と、言える製品であり、他のインテル系 CPU と同じく、リトルエンディアンである。80 80に対して、 若干の拡張、電源の 5V 単位使、より高いクロック周波数への対応などが図られた。メモリ空間は16ビット幅のアドレスバスで示される64キロバイトで、それ以上のメモリ空間を操作する場合には、文部などを追加し、バンク切り替えなどを行う必要がある。最大クロック周波数は、Z80 が 2.5MHz 版、Z80A が 4MHz 版、 Z80 バイトが 6MHz 版、Z80E もしくは、Z80H が 8MHz 版、など、末尾のアルファベットの有無と種類で識別できる。トランジスター数は8200個。CMOS 版では Z84C0006 が 6.17MHz、Z84C0008 が 8MHz、Z84C00010 が 10MHz。 Z84C0020 が 20MHz 動作となっている。8080 80から拡張されているものは D ラムの情報を維持、リフレッシュする機能の内蔵とそのためのレジスタの追加。8080 80では1組だった汎用レジスター群を切り替えて使用できる表と裏の2組とし、また、9と E の2つのインデックスレジスタを使用したメモリ操作を含む命令の増強。 割り込みモードの追加、ワイヤードロジックによる命令の実行、相対アドレスによるジャンプ命令などが行われている。乗算、除算命令は8080 80同様に存在しない。また、本来16ビット固定のインデックスレジスタを8ビット単位に分割して使用できるなど、ロジックの設計上で派生したとおぼしき、命令表には存在しない、隠し命令が存在した。 これらの一部は Z280 のマニュアル中で正式にドキュメント化されている。製造にはこの頃使われ始めたイオン打ち込み技術が使われた。当時、ライセンスを取ってセカンドソースとして製造する、あるいはクリーンルーム設計による独立実装ではなく、 顕微鏡写真を利用したデッドコピーを行う一部の日本企業があったため、イオン打ち込み技術はその対策のためにも使われた。イオン打ち込みにより、エンハンスメント、ノーマリーオフに見えるが実は、ディプリーション、ノーマリーオンというトランジスタを6個ほど仕組み、素直にデッドコピーしたのでは正しく動作しなくなるようにして、任せ毛をした。8 8 0との差別化のため、命令の一サイクル目。 M1 サイクルでは他のサイクルに比べて所要ステート数が少なくなっている。通常のサイクルが3ステート必要なのに対し M1 サイクルでは2ステートである。仕様を見ると M1 サイクルには4ステート必要なように見えるが、後半の2ステートはリフレッシュ機能のために使用され、通常のメモリアクセスとは関係がない。これは、 同じ命令を実行しても8080 80よりも高速に実行するための Z80 の売りの一つだった。反面、この M1 サイクルだけのために早いメモリが必要になり、ハードウェア設計者からは不評を買っていた。Z80 には特定の命令の組み合わせを用いると、普通に命令を書いた場合よりも実行にかかるクロック数や命令の総バイト数を少なくできるというテクニックが、 多数存在し、これらは最適化、クロック削りなどと呼ばれた。例えば、Z80 にて追加されたブロック転送命令やインデックスレジスタ命令は、一連の処理に必要なプログラムコードのバイト数を節約でき、反面、他の命令で代用する場合よりも、所要クロック数が増大するといったデメリットもあり、命令のメモリ空間上の占有量と処理速度との、 トレードオフの関係にあった。また、Z80 は、同時期に新規に開発された、他社製の8ビット CPU と比較すると、相対ジャンプは可能であるもののジャンプ先の範囲が、狭いなどリロケータブルな構成を取りづらく、バイナリ化したコードをリロケータブルに配置して動作させるドライバーやデバッグが、オペレーティングシステム等の環境を作るには、不向きとされた。 色ケータブルでない一般的なバイナリは配置アドレスを変更するたびに再コンパイルや再インクが必要となった。またアドレス参照時のオフセットも汎用レジスタ使用時には指定できず、インデックスレジスタ使用のオフセット指定も -128 から0から127の範囲で制限されるため C 言語のポインタとの相性が良くない面があった。アドレッシングモードが少ないこともあり、 オペコード及び命令フォーマットを暗記して直接機械語を記述することもさほど難しいものでもなかった。A, B, C, D, E, H, L は8080 80の同名レジスタと同じ機能を持つ。F は8080 80上位互換のフラグレジスタである。R はリフレッシュカウンターでオリジナルの Z80 では回7ビットが変化し。 読み出した際の最上位ビットの初期値は不定である。書き込んだ場合、最上位ビットが保存され、読み出すと最上位ビットは書き込んだ値が得られる。周辺 LSI 統合 CPU、上位互換 CPU では、8ビット全部使用し、8ビット全部が変化し書き込んでも最上位ビットが保存されないものもあるほか、8ビット全部が変化せず、書き込んだ値が保存されるものもある。 8080 80に存在する命令については、同じバイナリとなるという、基本的は、上位互換である。しかし、フラグ変化の違いがあるため、プログラムをバイナリ的にそのまま持ってきても動かないという能性は、ありうる。あまり使われないフラグである、パリティフラグなので、それを使っていなければ動く。在ログ社が定義した Z80 のニモニックは、 8080 80に対応する命令があるものでも、インテル版と全く異なっており、記述の容易さが改案され、より整理されたものとなった。これは、初心者にも分かりやすいとされる反面、他の CPU のニモニックと比較して、アドレッシングモードがはっきりしない、という欠点もあった。オペランドの順番は、ディスティネーションが前で、ソースが後である。 ここでは Z80 で追加された命令のみ示す。8080 80から、ある命令については、インテル8080 80命令セットを参照。また、9と位、e、については同等の命令が存在するが、ここでは9のみを示す。8086のストリング命令、8186V30 の i、大ストリング命令に相当する。ルジョアが最もよく使われる。 Z82 は8080 80と同じくメモリアドレスとは別に0から FF255 までの i、オーポートアドレスを持っていた。ポートアドレスはメインメモリのアドレスデコーダーを流用していたのか、アドレスバスの回8ビットに出力されたが、上位8ビットにも同時に値が出力される仕様になっていた。この値には i、オーアドレスを C レジスタで指定する命令の場合は、 B レジスタ、それ以外の命令は A レジスタの値が用いられる。この仕様を利用すると、I、O ポート空間を16ビットアドレスで取り扱うことができ、ベレムをここに割り当てることで、メインメモリーがベレムによって圧迫されることを防ぐことができる。そのような構成を取った日本製パソコンには、シャープの X1、ソニーの SMC-777、 バブコム80などがある。sharpmz-1500 では、オプションのラムファイル、mz-1r18、容量 64kB のアクセスに、この使用を使用している。しかし、通常に1 6ビットアドレスをデコードしてあい、O のハードを構成してしまうと、アドレス指定に BC レジスタを指定しない、アウト命令の時にアドレスバス上位8ビットには、 A レジスタの内容が出力れてしまうため、アドレス指定に BC レジスタを指定しない、アウト命令を用いることができなくなってしまう。そこで、ソニーの SMG-70 では、I、オーアドレスの上位8ビットを回に、回8ビットを上位にアドレスデコードした。こうして、多くの I、オーアドレスの割付が必要なところでは、上位8ビット、回8ビット両方をデコードして、 PC レジスタアドレッシングのアウト命令でアセス、他の I、O アドレスでは元の買いアドレスのみをデコードしてデバイスに割り付けることにより通常のアウト命令を使用できるようにした。なお、ブロック入出力命令の場合は B レジスタをデクリメントするため16ビットアドレスとしては使用しにくい。逆にこれを利用することにより残り回数を周辺デバイスなどが知ることができる。 ただし、出力の場合は処理の順番は、アドレス出力よりも、B レジスタのデクリメントが先のため、アドレスの上位8ビットを利用する場合は、い小さい値が出力されることに留意する必要がある。なお、入力の場合は、アドレス出力が先である。セカンドソース契約に基づいて、ピンコンパチブルな互換製品が他社で生産された。こうした製品には、シャープの LH-0080 モステックの MK3880 などがある。一方、日本電機 NEC が独自に互換性のある UPD780 を出荷したことに対し、ザイログはこれをチップ著作権侵害として訴訟を起こしたが、最終的には両者は和解して製造販売が継続された。元々は MOS プロセスで製造されたが、 一部のセカンドソースの製造者からは NEC、μ PD708、SHARP、LH5080、東芝、TMPZ84C00 など独自に CMOS プロセス化し消費電力の低減を図った製品も出荷されている。また、2002年に SHARP がシステム液晶のデモンストレーションとしてガラス基板上に Z80 を形成し、 MZ-80C の CPU と交換し、動作させた。この他にも東欧諸国で、例えば東ドイツの U880、ルーマニアの MMN80CPU や、ソ連のなど、ライセンスによらないクローン製品があった。ナショナルセミコンダクターからは、CMOSCA と共に、インテル8085のように、アドレスバスの回とデータバストをマルチプレックスさせ、 Z80 とソフトウェアの互換性を持つ NSC800 が作りされた。ただし8085とはピン配置が異なり、置き換えだけでの移行はできない。現在でも制御、組み込み用としてメモリ及び周辺機器の制御用回路を単一のパッケージに集積した LSI が製造されており、ASIC の IP コアとして Z80 の互換プロセッサを用意する。 デバイスメーカーもい。Z80IP コアは本家のルーが4ビットのため多くの演算で複数クロックを必要とするレジスタがダイナミック動作をするためクロックを停止できない LDX、LDXR のような繰り返し実行する命令やインデックスレジスタを使う命令等を組み込み用途では不要な複雑な命令があるといった欠点を解消したものも提供されている。 いかに Z85 巻の CPU のうち、ザイログ以外の会社で開発された上位互換性を持つものを示す。高速化を図ったものや周辺デバイスを集積したものである。ザイログ自身の開発による上位互換 CPU を以下に示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。